堀岡駅は、富山県新港市堀岡にあった三つの富山地方、鉄道伊水線の駅の一つである。伊水線の廃線に伴い1980年4月1日に廃駅となった。越中鉄道内位で駅、堀岡駅間の開通を報ずる新聞、当駅の写真が掲載されている。廃止時点で、島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、 線路の北側に存在した。かつては、島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後は撤去された。朝の未友人、その他の時間帯は無人駅となる業務委託駅となっていた。駅舎は、構内の北西側に位置し、ホームとは通路で連絡した。ホームに、 町合所代わりの上屋を有した。線路跡は、四方駅跡南方付近から、終点、新興東口駅付近まで、サイクリングロードとなっている。1997年時点では、線路跡地は、そのサイクリングロードであった。2006年時点、2010年時点でも同様であった。駅跡地は2006年時点では、駅舎跡地が消防団の詰め所となっていた。 2010年時点では、旧駅前部分が公園となっていた。ありがとうございます。